階段ってね、でもお母さんは階段はね、もうすごい朗読系の階段が好きなんだよね。なんかさ、しかもさ、その階段話を聞くっていうよりも、なんかもう睡眠導入剤的な感じで流すんだよ。もう本当にひどくてさ、なんかね、ミコがこう、一緒にベッドで寝たりとかするじゃん、お母さんと。その時にさ、お母さんが寝れないから、ちょっと流すねって言ってさ、めっちゃ朗読系のガチの怖い感じの怪談話をさ、流すわけよ。でもお母さん秒で寝るの、それ流すと。マジで秒で寝るの。10分ぐらい。いや、5分。その話の序盤ぐらい寝るの。でもミコは、聞き入っちゃうわけよ。お母さんはそれでスヤーって寝れるかもしれないけど、ミコはね、もう聞き入っちゃうわけよ。耳がね、気になって気になってしょうがないみたいな感じで、もう入ってくるわけよ。しかも朗読上手い人だからさ、めっちゃ淡々としてるからすげえ淡々と耳に入ってくるわけ。やばーと思って。寝れなくなるの。結局寝れなくなる。お母さん、オチも何も分かってないのに寝とるやんと思って。あ、そう、スマちゃんはね、爆睡してた。そういえば。そうだ。っていう話をミコスマちゃんにして、一緒にお泊まりしてた時に、え、長いしてみようよ、みたいな。ポケの中さ、寝れないから、ポケモンの ASMR の動画、なんかゼニガメは、ゼニガメとかピカチュウとかひたすらさ、なんか画面に映り込んではさ、なんかこう ASMR してくれるみたいな、公式の動画とか、あと、階段のやつも流してみようよ、つってさ、流したんだけど。そしたら、スマちゃんポケモンでは寝なかったんだけど、階段流した瞬間ね、マジそれ怖くないとか言いながらさ、スーって寝てて、あれスマちゃんすぐ寝た、うちのお母さんと一緒やんと思って。そっちの人、うちのお母さん以外にもいるんだみたいな。すぐ寝てた。すぐ寝てたわ。いや、マジ面白かった。ねえ。